シアーズポイントレースウェイを走行する、XJR-5 ジャガー XJR-5 はイムスサ GTP3 専用にグループ44レーシングが作成した、プロトタイプレーシングカーである。デザイナーは、リーダイクストラ。かつてジャガー E タイプデスカの地方選手権に参戦し、ジャガー XJS でトランザムシリーズに参戦した、経験を持つボブトリウス率いるグループ44。 レーシングは1982年1月にムッサへの挑戦を決定し、GTP カテゴリー用レース車両の開発を始めた。トゥリウスはジャガーからの協力を取り付け、XJS の V 型12気筒エンジンが提供された。名称はグループ44の開発した5代目のレース用ジャガーであったことから、XJR-5 と命名された。 エンジンは5.3リットルの V 型12気筒、トランスミッションとともにフレームの一部として活用するモノコック車種が採用された。ボディはロッキードの風洞実験室で開発が進められた。1983年から6リットルエンジンが搭載された。ジャガー本社が強い興味を持ったため1983年5月にジャガーに送られデレック・ベルによるテスト走行が行われ。 この結果が良かったため1984年4月2 9 8 4年のルマン24時間レースへの参戦が発表された。この年は予選19位決勝リタイヤで終わったものの一時は5位を走行してジャガー社内のルマン24時間レースへの思いを急速に盛り上げ、ジャガーはトム・ウォーキン賞にグループ C でのスポーツカー世界選手権参戦を委託。 1985年の後半から実際に参戦を始め、これがジャガー x j r 9 l m による1988年のルマン24時間レース優勝につながった。初戦は1982年8月のロードアメリカで3位入賞。1983年4月にはロードアトランタで初優勝した。1983年は 計4勝を挙げ、チームオーナー兼ドライバーのボブトゥリウスは、ドライバー部門ランキング2位となった。翌1984年も好成績が期待されたが、ポルシェがポルシェ962を投入、圧倒的な性能でシリーズを席巻してしまい、マイアミでの1勝にとどまった。1985年もポルシェに対して苦戦を強いられ、ロードアトランタでの1勝に終わった。 1986年以降は改良型であるジャガー x j r 7が投入された。1984年のルマン24時間レースは予選19位決勝リタイア。1985年のルマン24時間レースは2台中1台が11、祈祷になりながらも13位完走。ありがとうございます。